ゴールズボロは、アメリカ合衆国ノースカロライナ州の中央部東よりウェイン郡の都市であり、同軍の軍庁所在地でもある。2010年国勢調査で、の人口は36,437人だった。ゴールズボロ大都市圏に属しており、その主要都市である。ノースカロライナ州の海岸平原に位置し、南は、ニュース川、西は、リトル川に接し、 グリーンビルの南西約43マイル、シュートローリーからは南東に55マイル、ウィルミントンからは北西に87マイルに位置している。市内にはシーモア・ジョンソン空軍基地があることで知られている。ウェイン軍が設立された1787年頃、軍庁舎の周りにウェインズボロと名付けられた町が成長した。同年、ウィリアム・ウィットフィールド3世とその息子が、 町を設計し、建設するための支配人かつ新宅員に指名された。町はニュースガーの東岸にあり、郡庁所在地になった。1830年代を通じてウェインズボロの人口は増え続けた。しかし、1840年代初期にウィルミントンウェルドン鉄道が開通してから状況が変わった。この時までに鉄道とニューバーン道路の交差点に、 ホテルが建設されており、鉄道が旅客を運ぶようになってから、その地点を中心に街が成長した。ウェインズボロから、この成長する街に市民が移ってきて、鉄道建設の技師長補だったマシューティーゴールズボロ少佐にちなんで、ゴールズボロジャンクションと名付けられた。あとの、その名称が、ゴールズボロに短縮された。1847年、町は法人化され、 ウェイン軍の住民投票によって新しく軍庁所在地に指定された。地元の伝説によればゴールズボロに賛成票を奨励するために支持者が町の井戸に密造酒を入れたと言われている。その後の時代にシャーロットやボーフォートに向けた新しい鉄道が建設されたこともあってゴールズボロの成長が続いた。1861年までに町の人口は推計1500人に なっていた。自作農の農夫たちと共に始めた地域の交易の中心地だった。この頃までに奴隷にされたアフリカ系アメリカ人の労働に依存する大規模面火プランテーションが発展し、コットン、人の発明で断線異面下の栽培を利益の出るものにした。ゴールズボロは鉄道の接続点として重要だったので、 南北戦争の時は、南軍兵を駐屯させる場所としても、その物資を運び出す地点としても重要な役割を演じた。街には、近くで起きた戦闘で負傷した兵士の病院もあった。1862年12月、ゴールズボロ橋の戦いが起こり、両軍が戦略的に重要なウィルミントンベルドン鉄道の橋を巡って戦った。 北軍のジョン・フォスター将軍がその部隊と共に12月17日に到着し、ウィルミントン港からの重要な供給性を終わらせるためにこの橋を破壊しようとしていた。同日、その部隊は少数の南軍守備隊を圧倒し、橋を燃やして作戦に成功した。フォスター隊はニューバーンに戻る途中で南軍の部隊に攻撃されたが、 敵よりも少ない損失を出しただけで撤退できた。ゴールズボロの重要な橋は数週間のうちに再建された。1865年には、ウィリアム・シャーマン将軍のカロライナ方面作戦で、ゴールズボロが再度戦場になった。ベントンビルの戦いや、ワイズ・フォークの戦いの後で、シャーマン軍は、ジョン・マカリスター・スコフィールドの軍隊と打ち合った。スコフィールド隊は3月に、 ゴールズボロ市を占領していた。その後の3週間でゴールズボロは10万人を超える北軍兵に占領されていた。終戦になると、これらの兵士の中には死に止まり続ける者も,もいた。1869年、使名の綴りがそれまでのゴールズウェアから公式にゴールズボロに変更された。戦後、ウェイン軍はアメリカ合衆国会員ノースカロライナ州、 第2選挙区に入り、黒人が過半数を占めたので、ブラックセカンドと呼ばれた。この選挙区から19世紀に4人の共和党、アフリカ系アメリカ人議員を選出した。そのうち3人は、レコンストラクション以後の時代だった。その中では、最後のジョージ・ヘンリー・ホワイト弁護士は1894年に選出され、2期を務めた。ゴールズボロの法律事務所。 1938年4月撮影民主党が支配した衆議会が公共施設での人種差別を合法にした。さらに輪をかけて1880年代には黒人の精神疾患者を収容する施設としてゴールズボロの州立病院を承認した。1899年議会はその増築を承認したが適切な予算は当てなかった。このことは 公共施設での人種統合を求める公民権法が成立されるまで続いた。さらに1970年代には精神疾患者の治療を病院から外す動きによって影響を受けた。ほとんどの州がそのような施設の代替を行う地域社会の計画を適切に支援することができなかった。第二次世界大戦中、ノースカロライナ州議会選出の会議員団は、 現在あるシーモア・ジョンソン空軍基地の誘致に成功した。それは1942年4月、ゴールズボロの郊外にアメリカ陸軍航空軍の基地として開設され、シーモア・ジョンソン飛行場と呼ばれた。この時点から連邦政府の防衛施設がある結果として、市の人口と事業が増加した。基地の名前は1947年にアメリカ空軍が独立した軍として創設されたことに、 ともない、現在の名称に変更された。市内には、ゴールズボロミリングカンパニーがある。アメリカ合衆国内で、豚の生産では、第十位、七面町でも大手生産者である。ゴールズボロ市にあるアメリカ合衆国国家、歴史登録財としては、次のものがある。ボーデンマニファクチャリングカンパニー、第一長老派協会、LD ギデンズサン宝石店、ゴールズボロユニオン駅、 ハリー・フィッツ・ヒューリー帝、オット・フェローズ・ロッチ、ソロモンとヘンリー・ワイルの邸宅。1961年、B-52 爆撃機が空中分解し、ゴールズボロの北12マイルのハロの村に3.8、メガトン原子爆弾2発が落下した。B-52 爆撃機が空中で異常を起こし、乗組員が機体から脱出した後に、 マーク39爆弾2発は B-52 から脱落した。どちらの爆弾も起爆のために必要なステップの多くが実行に移されていたが爆発までには至らなかった。爆弾の一つは回収された。2発目の爆弾の多くの部分も回収されたが、ウラニウムを含む紛失した部品は湿った土の中深く沈んだと考えられ回収できなかった。 残骸が残る土地は空軍が買収し、別の用途で利用されたり、掘削が行われたりしないようにした。2013年、爆弾につけられていた安全装置3つが壊れており、停電圧スイッチ1つが爆発を防止していたことが明かされた。2015年時点でアルフォンソ・アル・キングが市長であり、2002年に前市長、ハル・プロンクの後を継いでから現職を続けている。 市長は市政府の公式かつ儀礼上の市長であり、市政委員会を主催する。市長と市政委員の任期は4年間である。市政府は市政委員会、マネジャー方式を採用している。2015年時点の市マネジャーはスコット・スティーブンスであり、前マネジャーのジョセフ・アール・ハフマンが2011年2月28日に引退した後を継いだ。 非正委員は6つの小選挙区からそれぞれ1人ずつが選ばれる。ゴールズボロはアメリカ合衆国下院議員ノースカロライナ州第一及び新設の第13選挙区に属している。2015年時点ではそれぞれ民主党員と共和党員が務めている。ノースカロライナ州からのアメリカ合衆国上院議員は2人とも共和党員である。ゴールズボロは 北緯35度22分55秒整形77度58分41秒、北緯35.38194度整形77.97806度、35.38194-77.97806に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は24.8平方マイルであり、 このうち陸地24.8平方マイル、水域は0.04平方マイルで、水域率は0.08%である。ゴールズボロは、大西洋岸海岸平原にあるので、温暖湿潤気候にある。暑く湿った夏と、冷涼な冬が特徴である。最も暑い月は7月であり、平均最高気温は、下市91度、平均最低気温は、下市71度である。 最も寒いのは1月であり、平均最高気温は、下市54度、平均最低気温は、下市33度である。年間降水量は49.84インチであり、晩下から早週にかけて、雨が、比較的、大分は、年間を通じて均等に雨が降る。冬に軽い、あるいは中程度の降雪もあるが、散発的であり、 わずかに記録されるものから1フィート積もる年もある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ゴールズボロニューズ・アーガスは市内唯一の日刊誌であり、発行部数は約2万1500部である。ゴールズボロ市内にはテレビ局が一つある。WHFLTB43 は、 低出力 UHF 局であり、地元ケーブルテレビ局2局でも見られる。ファミリーネットの系列であり、宗教、地方、家族向け番組を流している。ローリー・ダーラムとグリーンビルのテレビ市場から放送が送られてくる。NBC 系列の WNCNTV は、ゴールズボロで免許が下りたが、スタジオはローリーにある。二千十年八月まで、公共、教育、 政府にアクセスできるケーブルテレビ局がタイムワーナーの顧客に使われていた。この壺根は独自の番組と市政委員会、軍政委員会の模様を放送している。タイムワーナーはウェイン軍にチャンネルを渡しており、地元の報道や地域社会に興味ある番組を流している。最寄りの市民空港はウェインエグゼクティブジェットポートだが一般選挙空港である。 最寄りの商業空港は、キンストン市にある、キンストン地域、ジェットポートであり、ゴールズボロから東に約28マイルにある。ただし、住民は国内及び国際線を利用するために、ローリーダーラム国際空港を使っている市内を通る、主要高規格道路は、アメリカ国道70号線、道13号線、道117号線、ノースカロライナ州道111号線、 道581号線がある。週刊高速道路795号線はウィルソンで、週刊高速道路95号線と連絡している。現在ノースカロライナ州道44号線の建設が行われており、完成すればゴールズボーロのバイパスになる。市内をゲートウェイと呼ばれるバスの交通体系があり、4路線を走らせている。ありがとうございます。